今日も伏線回収がね、できてますね。何がっていうと、そうですね、じゃあ言ってくれから説明しましょうか。まず今日はね、デラングレーのね、人間をかぶるっていうのを行きましてね。で、もうさっぱりわからないですね。感じてくださいね。で、その次にね、ステキオっていうね、ほとんどデラングレーと変わらない。なんでこれ、なんか別でやってんのかな。で、結局今日、っていう人がボーカルなんですけど、ボイスか、ボイスなんですけど、よくわかんないんでね、あれ、曲調も結構、まあ、ちょっと違うと思いね、なんか、なんで別でやってるのかなと思いながら歌ってました、歌、前から思ってるけど、なんかあるんでしょうね。で、ない3曲目ね、銀杏ボーイズのね、若者たち、やっぱり、ここでね、伏線が出るんですよね。伏線が日本、日本、日本って言ってるんですね。日本みたいなのね、なんか言ってるんですよ。で、4曲目が Going Steady で、これね、なんか、童貞ソーヤングっていう曲なんですけど、なんか、下ネタだと思いがちなんですけど、なんか、高校かなんかの時か、不活だと、ツタヤね、なんか、レンタルショップでね、聞いてね、なんか、あれ？こんな人誰だろう？すげえな。こんな、すげえ曲作るすごい表現者だなっていうふうに思ったことが、これが一発目のね、ゴーイングステディのね、出会いでしたね。あ、こんなにすごい表現者がいるんだな、みたいなね。なんか言ってることはくちゃくちゃっていうか、まあちょっと汚いっていうか、汚くないよ。汚くないよ。ただ、素直、ある、なんか、ね、なんていうか、丸裸にしただけだからさ、人間のね、そういうもの。だから、汚くもないし、別に、それはそれで普通だから、ね、みんなの一般論だからね、そういうふうに見られがちだけど、一般論的なことを歌ってるだけなんでね、全然。で、まあ、それを聞いたときに、あれ、こんなにすごい表現者がいるんだなっていうね、20年前に、20年以上前なのかな、わかんないぐらいのレベルのね、わかんないぐらい、20年ちょっと経ってね、やばい、もう昭和だよね、ほとんどね、平成超えちゃってるぐらいの、平成だけど、もうそれぐらいの勢いのね、昔の曲なんだよね、意外と。もうそうそう、寿命じゃないかな、もう本当ね、そのくらい生きてた人ってね、もう僕もやばいよね、だんだんもう、本当にしんどくなってくるっていうかね、こんな曲歌ってる場合じゃないんじゃないかっていうぐらいのね、勢いだけどね。まあでも、なんかすごく染み当たるっていうかね、そういう表現力がね、なんか、なんでこんな風なことができるんだろうみたいなね、すごいパワーだなっていうね。で、黒い目に入って、これもパワーがね、かっこよさのパワーを兼ね備えたね、反骨精神のね、曲でね、途中停電になっちゃうんだろうね。5、6と行きましてね、5、6と黒い目つなぎまして、つなぎがいいですよ、これね、カマキリの後のシックっていう、もうつなぎがね、つなぎっていうか、つなぎがあって、その中の停電があってね、なんか、そこ、まあ、トラブルがあってもかっこいいみたいな、なんか対応がね、清原の対応がかっこいいんだよね。なんかそこがね、しびれてしまうというね。で、7曲目は東京事変で、オスカっていう曲が出てきたんですね、ここでね。今回 WBC、オスナは出てないんでしょうかね。ちょっとわかんないですけど、調べてないですけど、オスナ、ね、ヤクルトのオスナ、出てるんですかね、わかんないですけどね。全然調べてないですからね。これちょっと伏線回収がね、これも伏線なんでしょうかね。で、7曲、8曲目に椎名林檎の日本、ここで回収するんですね。3曲目の若者たち、銀杏ボーイズの若者たちは日本、日本って、ここで椎名林檎の日本って曲が回収したと、そこを回収していくというね、ストーリーなんですね、今日のね。で、9曲目が浜崎、山崎あゆみだった。あれ？あれ？浜崎だったっけ？あれ？山崎あゆみだったっけ？あ、どっちだ？あれ？あれ？山崎あゆみだったっけ？あれ？浜崎あゆみだったっけ？どっちかな？あれ？あ、山崎あゆみか。あれ？あれ？あれ違う、ちょっと違うな。あれ？え？
だっていう風なねことをやって、これ歌おうかなっていうのはあったらこれだったかなっていうね、でもこれでもよかったっていうね曲だったんですけど、なんかねあれちなんかねまたパッと分かんない、これだったかなっていうね、これ多分これを歌いたかったんだろうな今日みたいなね、やっぱ体調不良なんだよね若干僕花粉なのかな、分かんないな、ちょっと花粉でここまでなるかっていうね、しんどいね花粉にしても、ちょっと全身がだるいってのおかしいんだよね、熱はないんだよね、花粉でこんなにだるくなるかっていうね、本当何も考えられない、ぼーっとするのはまだ意味わかるけど本当にだるくてね痛いしな、頭がなんかねやばいなっていうね、こんな花粉ってきつかったっけっていうね、ただ鼻水だけじゃないっていうね、そしてねリンドバーグ最後ね持ってきたっていうね、君の一番にはねこれたまに歌ってるやつなんですよね、ミュージックビデオがいいんですよね、なんかねなんかニコニコしてるっていうかね、どっかギターの人がね、ギターの人がニコニコしながら歌弾いてるのがねいいですね、ボーカルの人なんかちょっと寂しげな感じも表情を浮かべてるんですけどね、なんかすごくいいんですよね、ミュージックビデオがね、でこれちょっと一回ロッカールームね一回作りって昨日の試合のね、日本 WBC のやろうかなっていうロッカールーム、別のロッカールームでね、そこでまた会いましょう。